ご案内しましょうか? Thank you.
車にはカタログでしか見たことがない器物がたくさんあるのよね。あれはきっと合成マシンのプロトタイプの一つでしょうね。もしかしたら台座に宇宙ステーションの器物コードが残されているかもしれないわ。でも最初からカンパニーは万能シリーズとして発売しなかった。どうしてだと思う？答えは一般の合成マシンで継続してお金儲けがしたかったからよ。でも一番怪しいのはあそこのソファーだと思うの。どうしてあなたは座れるのに私は無理なのかしら。おそらく独自の選択メカニズムがあって、あの器物に認められた人でなければ座れないようになっているに違いないわ。もっと調べてみないと。Thank you.